どうもすみません、ビクトリアマイルの結果分析です。1着グランアレグリア、2着ランブリングアレ、3着マジックキャッスルでした。着差がつきましたね。やっぱり同じメンバーでやってもグランアレグリアがぶっちぎるパターンと、グランアレグリアがそんなにはぶっちぎらないパターンとかあるわけですけれども、特に今回はグランアレグリアがぶっちぎるパターンに、そういうようなレースの質にはなったと思いますね。それで近年で言うと、やっぱり去年2020年のビクトリアマイルでアーモンドアイがぶっちぎったレースを思い出すんですが、まあ、それと比較してやっぱりレースを見ちゃって、でアーモンドアイのレースなんか見てたら、まあ、ちょっとババやレースの質が違って、ほぼ一対一対のレースだったんですよね。先行馬が残るパターンで、まあ、そこでアーモンドアイもある程度ポジション取って後位から抜け出すっていうようなパターンで、あの形になるとですね、だいぶ瞬発力が必要になってくるんですけれども、今回のグランアレグリアが勝ったビクトリアマイル、今年のビクトリアマイルに関しては、そこまで瞬発力がなくても勝てうるレースではあったんですよね。ただその中でグランアレグリアが瞬発力があったからこそぶっちぎったっていうような形なんですけれども、まあ、やっぱりフットワーク見比べてみると、アーモンドアイの方が瞬発力はちょっと上かなっていうような、そういうような走りをしてて、だからこそやっぱりアーモンドアイの方が距離が持つというか、2400メートルとかでもメリハリの効いた競馬ができる傾向にあったんですよね。ま、あの、基本的には短い距離の方がペースが速くてペースが流れやすいので、中距離の方がペースが落ち着きやすいので、そう考えるとやっぱり普通に考えて中距離の方がですね、瞬発力が必要な傾向にあるんで、その分いつも言ってるんですが、短距離馬よりも長い距離2000メートル以上使える馬の方がですね、瞬発力とか馬のスケールが大きいっていうふうには言うんですけれども、ただグランアレグリアに関してはですね、大阪杯で負けた後でも結果分析で断言してたように、2000メートルは全然問題ないっていうふうに僕は言ってましたし、まあ藤沢調教師もルメール騎士もですね、2000メートルは多分こなせる、大丈夫っていうふうに言ってますよね。ですからグランアレグリアもただの短距離馬ではないですし、2000メートルでもある程度瞬発力を繰り出せるタイプでもありますし、で今回に関してもやっぱり瞬発力はあるっちゃあるんですよね。ですからぶっちぎったっていうところもあって、ですからレースの質とかいろいろそういうのも噛み合った部分での勝ち方、ぶっちぎり方ではあったんですけれども、やっぱりグランアレグリアの能力が存分に生きる、そういう中ではこれだけの強さがあったっていうことも証明できたというか、まあ、やっぱりなかなかですね、最高のパフォーマンスを見せられることってないんですよね。ほとんどの馬が最高のパフォーマンスを見せられないまま引退することが多いので、そう考えるとグランアレグリアは比較的最高のパフォーマンスが見せられたレースではあると思いますし、スプリンターズステークスで後方から一気に勝ったそのレースなんかもインパクトはあったんですが、ただあれなんか道中置かれたりなんかして最高峰に近いところから直線だけの競馬でっていうような形なので、まあ、短距離ではハマりがちのパターンでもあるっちゃあるので、それに対して今回はある程度ポジションを取って中段のまともな追い込みですね。まあもちろんルメール騎士なんで前に壁を作りながらですね、外を回りながらでもロスがなるべくないように回ってきてって、ルメール騎士の技術のレベルがあって、さらに直線でも追い出しを我慢して一番いいところで足を使ってるんで、その分ぶち切ったっていう部分はあるんですが、ただ基本的にはあれだけまともな位置でですね、追い込んでここまでぶっちぎれる馬っていうのはなかなかいないので、そう考えるとグランアレグリア自体も普通に高く評価していいというか、素晴らしい馬だなっていうふうに思っていいと思いますね。こちらは勝ち時計と道中の細かいラップです。勝ち時計1分31秒0はですね、まあ、やっぱり優秀は優秀ですね。レコードタイムが1分30秒5前後ぐらいですけれども、まあその時なんかはババがかなり早かったですし、まあ、今回もある程度行動系は出てる開催ではあるんですけれども、ただ何度も言ってるようにラスト 600m 上がりが本当に早い時と比べると 0.5 秒から1秒前後ぐらいかかってるっていうところがありますし、まあ、結構スローペースの条件戦のレースが多かったんですよね。ですからそのスローペースになりがちっていうのはジョッキーのペースの作り方とかそういうのも影響してるんですが、やっぱり多少はですね走りづらい
ところがあったりだとかして、そういうスローペースのレースが多かったっていうところもあるので、まあ、そういった意味ではこの1分31秒0はレコードタイムに近いような評価をしていいと思いますし、まあ、ノームコアがレコードを出す前はこれぐらいの時計なかなか出なかったところがありましたので、そう考えるとやっぱり だいぶ、まあ、今回の馬場でさらに G1 でしっかりとこれだけの時計が出るわけですから、能力は高いっていうふうに普通に評価していいと思いますね。ペースに関してはですね、時計が速いので 600m の34秒3、 1000m の57秒6、スローペースっていうふうに捉える人いるんですけれども、ただ、まあ、時計が速いってだけであって、ペース自体はある程度は速いんですよね。ですから、これがハイペースとまではいかないんですけれども、スロー寄りの平均ペースぐらいで捉えていいかなっていうふうに思いますんで、まあ、その分、まあ、一応、ハイペースではなくて、スロー寄りの平均ペースではありましたので、後半、ある程度瞬発力が必要っていうような展開の中で、グランアレグリアは瞬発力があったので、その分ぶっちぎって、ラスト3ハロンの上がり32秒6ですから、少し上がりがかかってる馬場ではありましたので、そう考えると、まあ、32秒フラットに近いような、それぐらいな評価をしていいような足は使ったかなっていうふうに思いますね。それでレース全体の質なんですけれども、やっぱり多少内の方は荒れていて、まあ、それである程度ペースが流れて G1 ということを考えると、先行馬たちにとっても楽ではなかったんですが、ただある程度平均ペースで全体的に流れましたんで、スピードに乗ればそのままである程度はいい競馬ができるっていうような、そういったような流れでもありましたので、ですから今回クリスティが逃げたんですが、まあ、クリスティはそんなに強い、そんなに能力が高いわけではないので、調子が良かったにしてもここまでクリスティが残れたということは、マイペースで逃げて、それでワンペース気味のスピード競馬である程度先行した馬たちがいい競馬しやすい、そういったような流れではあったのかなと思うんですが、ただ先行馬たちが 楽できた展開ではないので、まあ、その分先行したレシステンシアあたりも、まあ、そんなには楽な競馬にはならなかったかなっていうふうに思いますね。まあ、ただレシステンシア自体がちょっと気象的に脆くて集中力が続かないとか、そういうようなところもあったりなんかしましたので、能力を出し切ったとは言えないですし、まあ、先行馬たちが不利な展開ではなかったということで、先行馬も追い込み馬もある程度はいい競馬はできるんだけれども、背足のいい力のある追い込み馬だったら外に出せば追い込んでこれる、そういうような流れにはなったので、その分外から追い込んできたグランアレグリア、ランブリングアレ、この辺の馬たちに関しては差し追い込みがある程度ははまりやすい展開でもあったっちゃあったかなというようなところですね。それでは右の方から一頭ずついきます。マジックキャッスル、マジックキャッスルはですね、ちょっと歩き方なんか見てたら少し硬さというかですね、ぎこちなさがあるような感じ見えなくもないんですが、ただ筋肉のボリュームなんかは良かったですし、全体的にボリュームが良くて、で踏み込みが縦に入るバネで走るタイプの馬ではありますので、まあ、この感じでも走るんじゃないかなっていうような感じでは見てましたね。でまあ、レース前にですね、とにかく戸崎騎手が腹をくくって下げれるか後ろから行けるかっていうことを言ったんですが、下げれなかったですね。ちょっと度胸がなかったと思うんですけれども、まあ、中段あたりのポジションを取っちゃって、で、まあ、道中内々を通ってたんでロスは少なかったんですけれども、ただやっぱり大外にスコーンと出せればまだ良かったんですけれども、やっぱり少し外には出せたんだけれども、1等分2等分ぐらい外に出しただけで、そこから比較的内目の方からこじ開けて伸びてこなきゃいけなくなって、ああいう感じになるとですね、やっぱりスコーンと外に出すパターン、もしくはもっと後ろから外から追い込むパターンと比べると、だいぶ脚力とか能力が必要になってくるんですよね。ですからランブリングアレーみたいな進路を取れたり、もしくはデゼルですね、デゼルの川田騎手なんかも結局はグランアレグリアの後ろから外に出すっていうような最高の進路を取れてるんですけれども、そのデゼルやランブリングアレーよりも、もしかしたらマジックキャッスルは同じような位置から同じような進路を取ってたらもっと切れる足を使えてた可能性が高いですし、2着は余裕であったかなっていうふうには思うんですが、
ただ今回はそのポジションを取りすぎたということ、あとはうちの苦しいところからこじ開けて伸びてこなきゃいけなかったっていうところで切れ味が鈍ったっていうようなパターンですね。まあ、競馬では当たり前の話なんですが、ポジションを取れば取るほど素足の切れが鈍るっていうのは当たり前なので、まあ、さらに言うと、あの4コーナーから直線の進路っていうところがそんなにスムーズにいかなかったっていうところは苦しい競馬ではあったんですよね。ただあの苦しい中で伸びてきたっていうのは、戸崎騎手は直線追えるジョッキーなので、追い出すと向き入れ出すと追えるジョッキーなので、その分しっかりとある程度走らすことができたかなっていうふうに思いますんで、例えば波のジョッキーがあの進路を取ったら全然3着なんかないですね。掲示板すら危うかったんですけれども、まあ、そこは戸崎騎手の技術ということですね。ただ位置取り進路取りだとか、やっぱり G1 の中でですね、勝ちやすいパターン、ある程度腹をくくった方が勝ちやすいっていうところがある中で、特にマジックキャッスルは素足勝負のタイプなので、そう考えるとやっぱり今回に関してはグランアレグリアっていう1枚能力が上の1枚か2枚上の馬がいるわけですから、普通に考えればその馬よりも後ろから行って直線で外に行く、グランアレグリアの外に行くっていうのが理想的な進路で、まあ、さっき言ったデゼルとかランブリングアレイは理想的な進路を取れてて、だからこそランブリングアレイは2着に最後グイッと来たっていうところもあるので、まあ、G1 でもありますし、特に基本的には G1 だと追い込み馬は外に出した方がいいっていうところもあるので、まあ、その辺の違いなんかもありますし、だからこそ僕はレース前になるべく腹くくって後ろから行くべきだっていうふうに言ったんですが、それができなかったことによってっていうところで、まあ、これに関してはやっぱり戸崎騎手の性格が出てるんですよね。まあ、ちょっと慎重派で腹をくくりきれなかったりするんで、その分中央で G1 を勝てた回数が少ないっていうところで、過去の G1 勝ったレースなんかでも、やっぱりある程度流れに乗れたポジションでスッと抜け出したっていうような感じのレースが多くて、いかにもな好騎乗、すんごい腹くくって神騎乗したなっていうようなレースは一回もないんですよね。ですからやっぱり前世紀の時の武豊騎手や安藤勝美騎手と比べると、戸崎騎手っていうのはその G1 の勝ち方を分かってない乗り方、頭や感覚で競馬をしきれてないところがあって、中央の G1 っていうものを支配できてないところがあるんですよね。武豊騎手とかアンカスさんなんかだと、マジックキャッスルこういうタイプに乗った場合だと大胆に下げて、それで有力馬を見ながら大外に出すっていうパターンが多かったので、まあそういうパターンを繰り返し、そういうような G1 で勝てるかもしれない、勝ちやすいパターンを繰り返しておくと、そのうちハマった時に G1 を勝てるっていうところもありますし、まあやっぱり G1 っていうのは紙一重のところがありますので、その辺の違いなんかがやっぱり戸崎騎手にはあって、まだまだ戸崎騎手は中央の G1 で超一流とまではいかないんですよね。シゲルピンクダイヤ、シゲルピンクダイヤはスラッとしてまして格子上がりでした。ただ3歳の早い段階の時と比べると切れ味、瞬発力が落ちてるような感じで、まあ、全体的にバランスが取れてて能力の底上げはできてるんだけれども、そのパンチの足りなさっていうところで乗り方が難しいところがありますし、それと左回りだと特にそういう部分ですね。左回り直線の長いコースだとやっぱりある程度瞬発力があった方が乗りやすいところがあるので、その辺が厳しいところがあったんですが、まあ、やっぱり G1 なので他の馬たちもそこまで切れる足を使えてない流れの中で、後位からなだれ込みみたいな形で能力は見せたかなというようなところなんですけれども、やっぱりそのあんまり、例えば今回グランアレグリアがいなかったとしても勝ちパターンがなかなか見えないところがあるんですよね。クリスティは仕上がりは良かったと思いますね。ただ、まあ、体全体をスムーズに使える感じの歩き方かというと、少し硬いところがあって、足と胴体が少しバラバラな部分が見えるタイプでもありますので、もうちょっと時計のかかる力のいるような馬場の方が合うのかなという印象はありますね。まあ、ただ調子は良かったですし、レースに行ったらある程度走ってきた馬なので、逃げれたっていう部分が大きかったですし、まあ、ワンペース気味の流れの中で、スロー寄りの平均ペースぐらいで行けて、で、まあ、スムーズにワンペースな競馬でまとめきったかなっていうような感じでありますね。イベリスはですね、やっぱりクリスティあたりと比べると柔らかみがあったりなんかしてバネもある感じで、まあ、能力を秘めてるんですけれども、ただ、まあ、レース前にも言った通りこの馬気難しいところがありますし、スタート直後
押しても押してもいけなかった、まあ、この辺なんか気難しさもあったりなんかして、まあ、ちょっと控える形になって馬がすぐ気持ちも切れちゃったかなというような内容ではありますね。デゼルはすごく仕上がりが良くてパドックで目立ってましたんで、もしデゼルがこういう馬だっていうふうに知らなかったらパドックで高く評価してた可能性が高い、そういうような見栄えのする馬体でした。でもデゼルっていう馬がどういう馬か知ってるので、やっぱりどちらかというともうちょっと距離があった方が良かったりだとか、あとは阪神牝馬ステークスは同じマイルだったんですけれども、やっぱりスムーズに加速できてっていうような形でこの馬がある程度ハマるような競馬ができたところもありましたので、そう考えると東京コースだと少しごまかしが効かない傾向にもありますので、やっぱりこの馬、ちょっとその能力的なものとか、あとはマイル適性というところ、それと、阪神ほどはですね、そんなには素足がはまりにくいタイプっていうところがこれで分かったと思いますね。ただですね、直線でですね、すぐ前にグランアレグリアがいて、直線入ったところ、直線半ばぐらいですね、その辺で一気に突き放されちゃったんですよね。ああなると馬って戦意喪失しやすいところがありますし、追い込み馬って基本周りの馬が止まってくれるとですね、スイスイ追い抜けてぐんぐん加速しやすい傾向にあるので、そういった意味では逆パターンですよね。前の馬がもうぐいぐい行っちゃってっていうような形になったので、まあそういう意味ではもしグランアレグリアがいなければもうちょっとハマってた可能性はあるんですけれども、まあただやっぱりですね、位置取り的にも進路取り的にもですね、最高に川田騎手は乗ってたと思いますし、マジックキャッスルの時に言ったんですが、マジックキャッスルがもしデゼルと同じ位置取り進路取りから競馬してたら余裕で2着はあったかなっていうふうに思いますので、そういった意味でデゼルは自分の能力とか自分の持ち味が生きるパターンっていうのはこういうようなレースの質ではないということですね。グランアレグリア。グランアレグリアはですね、大阪杯で負けてますし、まあ、そういうふうに負けたりなんかしたり、自分の力が出せないようなレースしちゃうと調子を崩しちゃうような牝馬って結構いますので、その辺が心配だったんですが、馬体面に関してはもうパドックの時点で全然文句なかったなっていうような感じではありましたね。でとにかく足が溜まるかどうかなので、まあ、中段あたりで外を回りながらもルメール騎手なんで繊細な騎乗をしてうまく足を溜めて直線弾けたというような形で、まあ、周りの馬たちがそこまでいい足使えなかった流れでもあったっちゃあったんですが、まあ、それでもグランアレグリア自体はすごい足を使ってるなというような感じではありますね。ただ、まあ、やっぱりですね、このパターンだったらグランアレグリアはここまで着差がつかなかったっていうことを考えられないようじゃ競馬は見えてこないので、例えばレシステンシアの位置でグランアレグリアが競馬した場合、その場合だとここまで着差がつかなかった可能性が高いというか、まあ 99% そうかなというようなところなんですけれども、やっぱり基本的にはこのまあ足を溜めた方がいい馬ですし、だからこそマイルチャンピオンシップの時ルメール騎手が丁寧に前に壁を作って足を溜めて最後伸ばすっていうような、そういうような感じの競馬をしてましたし、今回だってもう全然早めに追い出しても問題ないよっていうような感じだったら、もう4コーナーから直線の入り口ですっと生かしちゃってもいいぐらいなんですが、まあ、やっぱり足はなるべく使うべきところで使うっていう意識がルメール騎手にはあったとは思うので、まあ、そういうようなタイプではあるということですね。足をとにかく足を溜めていいところで伸ばすっていうのがベストなタイプだと思いますね。マルターズディオサ。マルターズディオサはちょっとと作りすぎな感じというか、もうちょいゆったり作った方がいいかなとは思いますけれども、何よりちょっと気象的に難しいところが出始めていて、歩き方なんかもちょっと集中力が足りないというか、なんか歩き方も良くないんですよね。で、まあ道中に関しても、まあそこまで引っかかってるっていうような感じではないんですが、操縦性があんまり良くないですね。ですから馬群の中で足が溜まってるようで、なんかそんなにスムーズにいってない競馬で、まあ、直線でちょっとそのブレーキかけなきゃいけないところがあったんで、あそこスコーンと外に出せれば2馬身から3馬身ぐらいは違ったとは思うんですけれども、ただそれにしてもやっぱりなんか3歳春の桜花賞とかあの辺の絶好調だった時期と比べると馬が難しく、操縦性だけじゃなくてですね、いろいろと難しいところが出てきたなというような感じはありますね。あとは田辺騎手もですね、先週はあんまり調子が良くなかったんですよね。なんか
折り合いを書くような感じの馬が多かったりだとか、コンタクトがいい時ほどはスムーズにできてないようなレースもありましたんで、それでなんか進路取りなんかもちぐはぐなレースも多かったりなんかして、田辺騎手もそんなには調子が良くなかったかなというような感じでもありますんで、もちろん馬は難しいところがあったんですが、まあそういう人馬ともに不安定があった日だったかなというような感じではありますね。ランブリングアレー、ランブリングアレーはまあすぐ隣なんで、マルターズディオサとかテルセットとかと比べるとゆったり歩けてて、バランスも良くて力強さもあってっていうような感じなので、まあやっぱり比較的信頼性が高いタイプで、自分の力を出しやすい雰囲気はありますよね。で、あんまり前に行っちゃうとどうかなと思ったんですが、ちゃんと追い込む形で、しかも前にグランアレグリアを見る形で内から外へっていうような理想的な進路が取れましたので、その分最後、やっぱり外の方が伸びる展開ではあるっちゃあるので、ぐいぐい伸びてきてっていうような形で、マジックキャッスルとの着順に関してはですね、やっぱり進路取りっていうところの差が大きかったかなっていうふうに思いますね。ただ、ランブリングアレーについてはレース前も高く評価してたように、以前は切れる足がないイメージだったんですが、ある程度馬群の中から抜けるような、そういったようなゼロから 脚力で推進力を埋めるようになってますので、まあ、今回もやっぱりその外に出してから加速できたっていうところ、あそこで踏み遅れとかになってたら、さすがに2着はなかったので、脚力がついたんで加速がつきやすかったっていうところ、この辺なんかもこの馬もだいぶ乗りやすくなってきた部分がありますし、まくるような競馬もできる馬なので、まあ乗り方によっては、ジョッキーの乗り方によっては面白いレースがいろいろできるということですね。テルセット。テルセットはちょっと作りすぎかなっていうような、まあなんか気負ったような感じもありましたし、動きも少し小さいような感じもあるんですが、ただ、縦に踏み込みが入る感じのバネで走るタイプではあるので、まあこの感じでもある程度は力は出せるかなっていうような雰囲気ではありました。ただもう直線で打ち付きなんかもう話にならないんですよね。まあ他のその条件戦とかだと前が残ったりだとか打ち付きも決まってたレースもあったっちゃあったんですけれども、G1 ですし、しかもまあ今までの流れかからいくと今回さえはペースが速いと、ある程度ペースが流れるとそうなるとやっぱり追い込み馬っていうのは基本外に出さなきゃいけないっていうところがあって、基本に忠実に乗らなきゃいけない中で、テルテットのミルコデムロクシュは打ち付きっていう、もう全然ノーチャンスな進路取りですね。ただ、もし基本に忠実に外に出してれば、5着以内掲示板来てたかというと、その可能性も低かったかなっていうふうに思いますし、やっぱり追走とか勝負どころでの反応というところで、このメンバーでいかにもマイルの G1 っていうような流れになった時にはちょっと、足らないところがあるというか、足が溜まりきらないところがあって、ベストは多分1006か1008だとは思うんですが、ただやっぱり素足タイプなので直線まで足が溜まるような流れがいいということを考えると、やっぱり新潟の外回りのマイルとか1008ぐらいの方が乗りやすいんじゃないかなっていうふうに思いますね。レッドベルディエス、レッドベルディエスに関してはまあ POG シェアポイント狙いで指名して、それでまあクイーンカップの時にブロンデル騎手のとんでもない騎乗があったっていう風にレース前にも言ったんですが、まあもともと素質があったまでで、今回やっぱり馬体面厚みが出たりなんかしてて順調に良くなってて、パドックでの気配も良かったですね。まあただやっぱり相手関係、時計が急に速くなって、相手も強くなってレベルも上がってっていうところ、他の馬たちもなかなかバタバタとは止まってくれないような流れになりましたので、そういった意味では後方から腹くくって直線勝負、乗り方としては良かったとは思うんですが、まあこの馬なりにはじりじり伸びても数頭かわしただけっていうような感じではあるんですが、ただ、まあ、これだけ走ったわけですから、まあ今まで条件馬だった馬がこれだけ走ったわけですから、満足していい内容にはなったと思いますし、次につながるような内容にはなったと思いますね。ダノンファンタジー。ダノンファンタジーは、まあ体つきとか体の使い方はですね、まあやっぱりよく言えば もっと、スッスッと歩けてメリハリが効いてっていうような感じならいいんですけれども、どうしても中内田厩舎だとスピードタイプに寄っちゃうようなところがあるので、まあそういった意味では中内田厩舎だったらこの感じでも十分いいかなっていうような感じの仕上がりではあったんですけれども、まあ思ってたよりも後ろから行きましたね。もともと素足を生かすっていうような作戦だったみたいで、まあそれ知らなかったんですけれども、結果として他がそんなには止まらなかったので、追い込んで届かずっていうような内容ではありますね。まあ、ただ、やっぱり、
行きの気配も良かったですし、直線でなんか頭が高くなって走るのをやめちゃうような悪い時のダノンファンタジーのフットワークとか欠点は出てなかったので、比較的仕上がりも良くて集中して走ってましたし、まあ藤岡雄介騎手が優秀なジョッキーで終えるっていうのもあるんですけれども、内容としてはかなり良かったので、もっとハマってれば掲示板とか馬券圏内あったかなというような内容ではありますね。サウンドキアラ、サウンドキアラはですね、やっぱり去年のビクトリアマイルの時っていうのはすごい勢いがあって集中力もあったんですが、今回はパドックでもなんかとぼけた感じというか気難しいところが出ちゃってなんかしてましたし、まあ女の子らしいっちゃ女の子らしいんですけれども、そういうような当てにならない感じがありましたし、馬体面に関しても体の使い方がまあちょっとスムーズにいってないような感じで、もっとスッスッと歩けるタイプではあるので、まあそういった意味では出来としては7分あるかどうかぐらいだったかなというような感じではありましたね。まあただ能力自体ある程度あるので、いいところで流れに乗れればもうちょっと走るかなと思ったんですが、まともに外回ってまともに正攻法の競馬しちゃいましたので、今のサウンドキアラではちょっと厳しかったかなというような感じで、すぐに気持ちが切れちゃいましたね。プールビルはですね、マイナス十何キロで大幅馬体減だったんですが、まあ確かにもうちょっとふっくらした方が良かったですし、まあ歩き方なんかにもあんまりためが効いてないような感じには見えなくもないんですが、ただ極端に悪い感じでもなくて、もうちょっと走っても良かったとは思うんですけれども、まあただこの馬ですね、もともとちょっとそのフットワークが大きくて加速に時間がかかるようなところがあったりなんかして、ですから直線の入り口のところでですね、前のグランアレグリアあたりに突き放されたりなんかして繊維喪失した部分もあるとは思いますし、なんかちょっとスムーズに加速がつかなかった、ギアが入りきらなかったっていうような内容でもあったかなというふうに思いますね。まあやっぱりギリギリの勝負になると追わせるところなんかもありますし、ジョッキーが技術的にもうちょっと上のレベルじゃないと、あの辺なんかでスッと反応さすっていうことが難しいところもある馬なのかなっていうふうには感じました。ディアンドルは重賞勝った前走も仕上がりは良かったので引き続きっていうような感じの仕上がりの良さではあったんですけれども、まあもっと逃げたりだとかするかと思ったら普通に先行して外回ってというような形で、まあ好位差しに近いような競馬をしましたね。で、あのパターンだとですね、やっぱりロスがあるんで、きついところがあるかなっていうふうに思ってたんですが、ただ、今回の流れで言うと、変にうちのごちゃごちゃしたところに入るよりかは、外からスムーズに競馬できた方が良かったですし、特にこのディアンドルっていう馬は、ちょっとずぶさがあって、まあ、前走重賞勝った時なんかでも直線で一旦他の馬たちにかわされて、そこを差し返したっていうところがありましたよね。ですから、なるべく広いところを出して、そのつぶい中でなんとか加速するっていうような形の方がいいとは思うので、そういった意味では今回は外目を通って、まあ、直線でなんだかんだ言ってじりじりしぶとくまた差し返すような感じで頑張ってましたので、まあ、スムーズな競馬が一番今は重要なのかなっていうふうに感じました。アフランシール。まあ、アフランシールは今のこの馬としては、まあまあの仕上がりとは思うんですが、まあやっぱり後ろの付け根周りとか、その辺胴体周りのボリュームが足りなかったりだとか、なんか能力の底上げは結局できてないなというような感じがあるんですよね。まあただ、弱い馬ではないので、まあ後方で足ためて直線勝負、大野騎手かなり丁寧に乗って、うまく乗ってるんですけれども、まあ、そんなに伸びもせず、かといってばったり止まりもせずっていうような内容なので、まあ相手関係楽になればオープンでもやれるかなっていうような内容ではあるので、まあこの馬としては悪くはない内容だったと思いますね。ディアアメリアはですね、パドックでの見た目そんなに悪くないんですよね。ですからパドック解説者とか競馬関係者とかでディアアメリアを見てどこが悪いのかわからない人結構多いと思います。ただレース前に僕が言ったように、後ろですね、後ろの踏み込みで、後ろ足を後ろに流した時にですね、流れ切っちゃうっていうところがあって、基本、後ろだけを見てほしいんですけれども、後ろだけでも重心がですね、少し前に残ってなきゃいけないんですよね。後ろ足が一番後ろに流れた時でも、後ろの重心が少し前向きに残ってなきゃいけないっていうところがあって、それが残らないから、効率のいい走りができなかったりだとか、あとは、そうですね、ためが効かないっていうところがあって、
ですから体の使い方のバランスが悪いから走りのバランスも悪いっていうところがあるんですよね。まあ、ただ前走よりかは少しマシにはなってましたので、まあもしかしたら牧場での調整がうまくいけば少しはまた重賞でも走る可能性はなくはないので、前走よりかは確実にマシにはなってますので、まあ距離短縮とかいろいろ手段はあるとは思うので、そういう中でまた戻ってくる可能性はあると思いますね。スマイルカナー。スマイルカナーは、まあもうちょいふっくらした方がいいかなとは思うんですが、まあでも極端に出来が悪いとかはなかったかなっていうふうに思いますね。まあただスタート直後、ダッシュはある程度良かったのに、あそこで逃げないっていうところが柴田大地騎手の良くないところですね。まあ以前から何度も何度も言ってるんですが、柴田大地騎手は逃げはペースメイクが上手いので、とにかく昔で言うと逃げの中立てみたいな形で、逃げの柴田大地っていう風に腹くくって、とにかく基本花を奪うんだっていうような感じでいかないと、控えちゃうと技術的には下から数えた方がいいっていうようなジョッキーなので、まだばらけて2番手から流れに乗ってっていうような重傷で構想した時のパターンならいいんですけれども、今回まともに馬群が凝縮しているような形で2番手からまともに競馬しちゃうと、そうなってくると良くないんですよね。うまく乗れないことが多いんですよね。ですから、まあ、スマイルカナーもちょっと左回りだと多少不器用なところがあるっちゃあるので、そういう馬の欠点なんかもあったり、馬も気持ちが切れちゃった部分もあるんですが、逃げてれば全然違ってたと思いますので、まあ、やっぱりそこですね、まずは、やってほしいことをやってくれなかったっていうところで、ちょっとがっかりしましたね。レシステンシア。レシステンシアは、まあ、もうちょいですね、硬さが取れて、全体的にバランスのいい歩き方ができればいいんですが、やっぱり馬っぷりはいいんですよね。で、まあ、馬体面は特に大きな問題は感じなかったんですが、やっぱりこの馬、以前から何度も言ってるように、気象的に当てにならないところがあって、まあ本当にハマるときには大垣みたいな形で構想するんですけれども、ちょっとまともに競馬しちゃうとこういうふうに気持ちが切れちゃったりだとか、なんか足の使いどころも難しかったりするところがあって、高松宮記念なんかは1200メートルで、これよりもだいぶ距離が短かったですし、ワンペースのスピード競馬なんで、ああいうふうにある程度集中力が続いたような感じで、それなりの競馬したんですが、まあなんか現状だともっとスムーズにいかにもレシステンシア競馬しやすかったなっていうような条件が揃わないとマイルの G1 とかでは安定しないなっていうような感じはありますね。まだ右回りとかだと安定感は少し増すのかもしれないんですけども、まあ直線の長い東京とかだとなんか当てにならないようなレース内容があったりなんかして、まあNHK マイルとかで構想した時でも逃げてっていうような形で、しかもペース的には楽でルメール騎手が乗ってっていう感じなのに集中力が続かなくてラウダシオンに簡単にかわされてっていうような競馬でしたよね。そういうふうにレシステンシアっていう馬は能力も素質も高いんだけれども、その信頼できるほどの強さっていうもの、安定感っていうものが足りないっていうところ、まあそれがもろんでたのが今回でもあるかなっていうふうに思いますね。以上です。失礼します。